やっぽにぶねしです。ピッピーグチです。チャライザーです。はい、というわけで前回に引き続きまして今回も続きやっていきます。そう、スキルタイプトーナメント、どのタイプが一番強いか決めちゃおうぜ大会、イエーイ。はい、ということでですね、前回勝ち上がったのが、雷、鋼、とフェアリーの4タイプです。はい、今日はこの4タイプの準決勝戦をやっていきます。1回戦目は、トータイプ対フェアリーデッキです。2回戦目は雷対鋼デッキ。じゃあバトルスタート。山札引きます。そしてせせらぎの丘で早速使ってですね、持ってくるのはマッシブン GX ですよ。マッシブン GX にストロングエネルギーをつけます。 PP マックス。山札から6枚見ます。はい、あ、ないないです。ここはハイパーボールを使います。 PP マックスとアセロラをトラッシュして持ってくるのはリアンシープリズムスターですね。で、そしてはい、プラターンを使う。7枚1、2、3、4、5、6、7。はい、7枚です。これで番終わります。1枚引く。アズサを使う。ラルトスとネルネアスとリアンシープネストボール。ラルトスを持ってきてベンチです。基本フェアリーエネルギーをラルトスにつけてトラッシュして逃げる。デルネアスを出してこれで番終わる。見て前から引きます。まずはコブニで、マッシー軍をベンチに出して軽石をイワンコにつけます。そして逃げます。イワンコで、マッシー軍 GX を出しますよ。はい、ビーストエネルギー技を使います。ジェットパンチ100ですね。きつい。そしてベンチのナルトス。はい、頑張りです。1番引く。日本フェアリーエネルギーをゼルネアス。ジオコントロール。はい、これで番終わり。はい、ピンクのマイナプラ引きます。じゃあここは白ナを使います。はい、マッシブン GX のジェットパンチ。ゼルネアス気絶。そしてナルトス。はい、気絶。サイド2枚取れる。やった。リアンシープです。1番引く。じゃあこれでキラメクイン取り、キルリアを持ってシープする。これで番終わり。山札を引きます。マッシブン GX に基本とエネルギーをつけてグズマ、キルリアをね前に出していきたいと思いますよ。はい、僕はねイワンコをね前に出していきます。はい、そしてイワンコ逃げます。はい、でジェットパンチ、キラメージ気絶。そしてラレトスに30ダメージ。サイド1枚取ります。はい、1枚引く。ダブルムショックエネルギーをラレトスにつけてキラメージ乗るんですよ。キルリアを持って、はい、これで番終わり。この場合はプラを引きます。マッシブン GX のジェットパンチ気絶で、そして30ダメージ出ます。サイド1枚取ります。1枚引く。はい、攻めるしかねえな。ハイパーボール2枚投資してサーナイト GX を進化して、はい、基本フェアリーエネルギーをサーナイト GX につけてインフィニットボス210ダメージでマッシブン GX 気絶です。2枚投資。はい、山札を引きます。ベンチにマッシブーンを出します。マッシブーンに基本とエネルギーをつけて逃げます。そしてビーストリングですから、はい、基本とエネルギー2枚まで2枚。はい、でマッシブーン GX につけます。マッシブーンのスレッジアーマー140ダメージですね。1枚引く。ラルトスをベンチに出してエドを使う。2枚引きます。4枚引く。小谷橋巻をサーナイト GX につけてダブル無色エネルギーをダルトスにつけて、これでインフィニットコースで150ダメージでマッシブンです。はい、1枚引く。マッはい、そしてヤマフラ1枚引きます。力の鉢巻きをつけてエクスパンション GX バチーン120ダメージですね。気絶です。サイド2枚取ってピッピー口の勝利。いい。というわけで今回ベスト4の、ね、対戦をしていくわけですけれど、なんと両方とも使い手がポニータ石と、ポニータ石は残念ながら1人しかいないんで、ここはしょうがなく樋口に使ってもらおうと思います。行こう。はい、あとルーサード。よし、はい、1枚引きます。鋼エネルギーつけてプラダナカセ使います。はい、7枚引く。コイルを出しまして、
番を折ります。どうぞ。ピッピ山札引きます。パチリスに基本雷エネルギーをつけます。寿司ネストボール。なるほどね、うん、はい、もちろんピカチュウですよ、はいはい、パチリスのスリスリ発電。もう行くのね。はい、もう行きます。サポートなしと。そうです、サポートはなしです。 OK です。1枚引きまして、それがよくピースマスターに鼻エネルギーをつけまして、マジか、ライジングスターを使います、うん、相手の場のポケモンの数分自分のポケモンに好きなようにつける。自分につけます。マジ、うん、引きます。はい、スリスリ発電。うわ、来た。はい、はい、エネルギーつけます。引きます。なるほどね。コロナインパクト160ダメージ倒します。あー、じゃあね、ライフォーかな。はい、引きます。ライフォーの軽石をつけます。うん、ライチュウに進化してデボルショック。はいはい、はい、麻痺です。麻痺か、はい、やばい。あとはライチュウにこだわりなち麻痺もつけておきましょうかね、うん、これでバン、終わりです。終わり、はい、もう1枚引きます。鋼エネルギーつけてグズマ。ライチュウを呼び出して麻痺治る。はい、コイル逃げる。あ、天眼山出して天眼山の効果で鋼エネルギー回収する。コーナーインパクト160ダメージ出します。よしよしよし、はい、はい、1枚引きます。はい、パチリ。うわー、ギリ耐えたね。はい、でフィールドブラウルトラッシュします。なるほどね。バン、終わりですね。1枚引きます。ハイパーボール。ピナーメジバコイル進化する。噛み剣ギクサします。で、技が使えないのでバン終わります。どうぞ。はい、ね、1枚引きます。はい、ハイパーボール2枚トラッシュします。ほう、ここ結構大根逃げて、うん、パチリスを出して、うん、まあ終わります。よし、1枚引きます。天眼山、天眼山の効果で鋼エネルギー1枚を加えます。コロナインパクト160ダメージでパチリスを倒します。はい、うわー、悲しい。リーチアで、はい、1枚引きます。カプコギコ GX 出します。はい、ドルバの雷光に雷エネルギーをつけて、はい、技とどろく雷鳴使います。はい、30ダメージですね、うん、そしてベンチのカプコケコ GX に基本雷エネルギーを1枚つけます。なるほどね。じゃあ引きます。1枚引いてレアコイル進化してバン、終わります。はい、はい、1枚引きます。カプコケコ GX に基本雷エネルギーをつけます。はい、そして雷光のとどろく雷鳴、30で60ダメージになってる。はい、そうですね。で、はい、効果で基本雷エネルギーを、確かにね、はい、つけます。ちょっとこれ怖いね。1枚引きます。コロナインパクトで160ダメージで倒します。はい、お、最後1枚引きます。はい、ベンチにピカチュウを出します。はい、カプコケコ GX の天空の爪、うん、130ダメージね。はい、130ダメージ季節です。そやね。はい、カミツルギ1枚引きます。あー、やっときた。カミツルギ GX にエネルギー3つつけまして、倉田中瀬、はい、7枚引く。よっしゃ、ウルトラニクロズマ GX で天眼山を使って鋼エネルギー2枚を加えます。鋼鉄のフライパンつければコダル8枚も耐えられるわけだね。これでハヤテのタッチ70ダメージ。1枚引きます。おー、きた。 N、 おー、はい、2枚、5枚。じゃあここは天空の爪、鋼鉄のフライパンが100ダメージですね。はい、100ですね。はい、1枚引きまして、天眼山で鋼エネルギー2個を加えて、ネックロズマ多層型鏡 GX にマグネサーキットを使ってつけます。はい、バトルスタートプラダメカセ加えて、はい、もう1匹出してプラダメカセ使います。はい、7枚引く。鋼エネルギーを2個つけて、カミツルギ逃げて、あちゃー、メテオテンペストを倒して勝利です。決勝進出、イエイ。はい、ということで見事決着つきましたが、鋼タイプとトタイプが決勝進出ですと。決勝は僕とピッピ樋口、今回は以上です。また次回。